浦市立図書館では休止していたお話し会を9月より一部再開しています。開催日など詳しくは図書館ホームページをご確認の上ご参加ください。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。現在新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため急遽予定していたイベントを中止または延期する場合や市の施設を休館する場合がありますのでご了承ください。なお最新情報は市ホームページでご確認ください。それでは初めに土ほとのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックへの掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、アデリーペンギンさんからの土フォトです。小美玉市で撮影したそうです。天気が良いので空の駅空らに遊びに来ました。広い芝生は子供を遊ばせるのにも良いですね。あと五大アマビエ様もいましたよというコメントをいただきました。アデリーペンギンさん投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は市制施行80周年記念戦国群像諏訪原博之イラストレーション展、土浦全国花火競技大会、産業祭、カレーフェスティバルの開催中止、市営国部霊園、並木霊園の使用者募集、小児丸服の助成対象を拡大、狂犬病予防集合注射実施のお知らせです。はじめに市民ギャラリーからのお知らせです。戦国群像諏訪原博之イラストレーション展を開催します。期間は9月26日土曜日から10月25日日曜日まで。諏訪原さんは茨城県出身で96年からイラストレーターとして活動を開始、戦国武将のゲームキャラクターなどの作画を手掛けています。展示構成はご覧の通りで、ゲームファン、戦国ファンともに見応えのある内容となっています。また、会期中はスタンプラリーを実施します。記念スタンプを3つ集めると、先着3000名の方に諏訪原さんが書き下ろしたオリジナルのクリアファイルをプレゼントします。詳しくは市民ギャラリーまでお問い合わせください。次はイベントの中止についてお知らせします。11月7日土曜日に開催を予定していた第89回土浦全国花火競技大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催を中止します。また毎年恒例の産業祭とカレーフェスティバルについても同様の観点から開催を中止します。詳しくは花火対策室または商工観光課までお問い合わせください。続いて市営国部霊園と並木霊園の使用者募集についてお知らせします。受付期間は9月7日月曜日から25日金曜日まで。対象者は市内に住所を有する方です。お申し込みはハンコを持参して環境衛生課窓口へ直接お願いします。国部霊園並木霊園の募集予定区画数および使用料などはご覧の通りです。なお一区画に複数の申し込みがあった場合は9
9月30日水曜日に職員による公開抽選を行います。詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。続いて小児丸福についてお知らせします。市独自の制度として10月1日から小児丸福の外来費用助成対象を18歳になった日以降の最初の3月31日まで拡大し、入院費助成対象については所得制限を撤廃します。対象となる方には9月下旬に受給者証を送付します。なお現在お持ちの受給者証、入院のみは引き続き使用できます。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。最後は狂犬病予防集合注射のお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響で実施を見合わせていた今年度の狂犬病予防集合注射を実施します。実施期間は10月10日土曜日から23日金曜日まで。手数料はご覧の通りです。実施場所など詳しくはホームページまたは通知書をご確認ください。なお今年度すでに注射している場合は改めて接種する必要はありません。詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なおお名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸じゃんけんです。今週のウォッチング土浦は、9月1日から提供を開始した学校給食センターの完成記念式典の模様をお送りします。8月21日、土浦市立学校給食センターの完成記念式典が行われました。教育委員会事務局課長の田中と申します。どうぞよろしくお願いします。式典は安藤市長の式辞から始まり、その後テープカットが行われました。栄養バランスの取れた食事の提供はもとより、子どもたちの適切な食習慣を失い、式典の中で施設の完成を祝う演奏が披露されました。演奏したのは新張学園義務教育学校吹奏楽部の皆さんです。1日あたり4000食を3献立、最大1万2000食の調理が可能な施設です。食数規模では県内でも最大級となる施設です。給食を調理して届けるだけではなく、2階には見学スペースや研修室を設けており、学校などの食育の場として活用していきます。施設内はドライシステムを導入し、非汚染区域と汚染区域に明確に区分し、食材の受け渡しには
パススルーカウンターやパススルー冷蔵庫を使用しています。令和2年3月に策定した土浦市立学校食物アレルギー対応マニュアルに基づいて運用していきますが、安全性を最優先とし、学校、保護者、給食センター、医療機関などがしっかりと連携を取って進めていきます。アレルギーの原因となる食品は乳と卵が多かったことから、原因食物の完全除去対応を図るため、これら乳と卵の同時除去食となっています。除去食は専用のお弁当箱に入れての提供となりますが、給食センターから対象の児童生徒まで確実に届けられるよう確認表を添えて提供していきます。当面は新型コロナウイルス感染症予防の観点から見学会、試食会は中止とさせていただきます。当センターには見学スペースや研修室が設置されています。そして研修室では調理場内に設置されたカメラの映像により、見学スペースから見ることのできない調理場の様子も見ることができます。ですので、センターから届いている出来上がった給食ではなく、多くの人の手により作られている給食の様子を体感することができます。適切な栄養素を摂取できるだけではなく、食事についての正しい理解を深められるような献立となるように心がけています。その他、行事食を取り入れたり、季節感を味わえるような献立にしたり、また地場産物を積極的に活用するようにしています。野菜ソテーがすごく美味しかったです。給食センターで給食を食べるという貴重な経験ができたので、なんかいつもよりも美味しく感じました。これまで市内に2カ所あった学校給食センターを統廃合し、新たに生まれ変わった新学校給食センター、児童生徒を支える拠点として適切な管理運営が求められます。疫病退散のご利益があると言われる妖怪アマビエをイメージしたアマビエ土丸ラインスタンプを販売中です。皆さんぜひご利用ください。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新しい生活様式を実践しながら熱中症を予防することが求められています。屋外で人との距離が確保できる場合にはマスクを外す、マスクをつけているときは強い負荷の作業や運動は避けるなど、十分な感染予防を行いながら、これまで以上に熱中症対策を心がけましょう。自分で水を飲めないなど体に異変を感じた場合は、迷わず救急車を呼んでください。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー竹石がお送りしました。掴んだ風船よ、幼い日の鮮やかな青空へ、夕焼け染まる頃、帰り道急いで緑色の絨毯を走る。